これ目的、合気道やってる目的ってのは自由になることなのね。だからこれ普通の生活でも自由になりたいの、人間って。だからこういうところ持たれちゃったところから動かそうとしても動かないの。こうやって横かったら動かれる、強いんだから。あっ、これを普通の生活と同じだから気にしないで、こういうふうに自分の中心に持ってきて下落としたの、ただそれだけなので、ここに気つけて、気くっついちゃった、これやっつけたいんだよね、これやっつけたいんだよ、いかないんだよこれ。だから自分が自由になって下に落とすって、そういうふうな話だから、日常生活と同じなのだからね、そういう話で。この間ちょっとビデオ見てたんだけど、こういうとこやらないので、動かないんだから、ここは万力で掴まれちゃったの。だからここは最後に残し取っとくの、こうやって取っとくの、取っといたよ、ほら、いいとこ行ってから落とす、いいとこ行ってから落とすって、そういう話ね、そういう話をしたいんですよ。でここは動かないんだから、ほら、まあ、強いんだから彼、あここへね行ったらこうやられちゃうよ。だから気にしないの、ここはあんまりね、持たれてもで、自分の中心に近づけてこうやって落としてんの、こうやって、ただそれだけなのか。ね、最初のうちはみんなこうここが気になるから、こうやってやっちゃうんだけど、ここと対戦したいの、対戦する方が楽だから、対戦したいのみんな。でも負けちゃうの、持たれちゃうから。でもだから持たれないんだよ、それ下落とすんだよ。で自分が自由なんだよ、自分が自由、いろんなとこ行けんだよ、そういう風に考えた方がいいの、それの練習だからね、練習で。今度こちら入ってくるわ、こうに今度自由に、この全体自由にする練習、全体に自由に、あごめんね、全体自由にするとね、こういう風に入ってくるでしょ。でここもできるよ、こうね、後ろ、ここ自由だから、ほら、いろんなことできるの。ここ囚われてたらできないよ、こうやって勝ったもう全然彼の方が安定してて、僕は不安定の状態で掴まれちゃった、そういう形だから掴まれないの、こうやってほらほら全然で、お尻が見えて自分だけ入ってきた、だから彼は自由、僕は自由、それで出ていったって、そういう話でしょ。なんかいろいろやってみましょうね、こういろいろこう、まあ、ここを使う練習、ここ足とかこの回転とかいろいろ使う練習、使う練習だから、こう外から入ってもいいよ、こうやって、やってる人は不自由にして、ここ持ってこうやってカッて、この手をコントロールしてこうやってやってるんじゃないの、自分をコントロールしてる、自分コントロールして、だから彼はどうなってもいいの、そういうつもりでね、ちょっといろいろやってみましょう。こうやってやって、自由なの、自由なの、ほら足が自由なの、ひっついてないの、こうやって配置してもいいよ、さよならしてもいい、こうやってやって、こうやってやって配置して、こうやってこういうとこ自由なの、そういうの練習だからね、練習あんまり相手のこと気にしないの、相手の気にしないで自由に動くっていう練習なの、これ練習ね、練習動く、こういうとこほら、こういうところ居ついてないでしょ、だから居ついてないように、居つかないように、その練習だから。あのね、自由に動くのはいいんだけど、相手の中に入ってやっちゃうとこの手があるの、この蹴りもあるの、だからこの手に行っちゃったらやられちゃうの。ほんでやられる前に転換しときたいの、資格もらいたいの、それからなんかやってんの、それから下とか上とかやったんだよね、最初ね、こうやって上、それから下、これ忘れてこの手に行っちゃったら来ちゃうんだから、ほら、だからそこが大事なので、武道だからね、線とか碁って話があるわけで、線っていうのは合気道は線でやりなさいって言われたんだけど、上がってきて彼が決断してやっつけてこようとしてるのね、そこをやっつけちゃった、そこを線でやっつけちゃった、そういうふうにやりたいわけで、碁になっちゃってギュッと持たれちゃったらできない
っていうか、できない前に彼もやろうと思ってんだから、僕の手を取ってなんかうわってそうああそれやられちゃうんだよね。だから線の競争なの。だから決断した時にもうすでに入ってんの、そしてやってんの。それからここの手に行っちゃったら他忘れちゃってっからやられちゃうの。だからそういうこと気づいてるってのは大事。相手の攻撃、相手の蹴りとか手とか、ここでスタートしたらやられちゃうんだから。だから必ず資格もらって何にも彼ができない。それで自由に動くの。ここで自由に動いちゃったらやられちゃうんだから。だからそれが優先順位ってのはすごく大事。だからそこまで理解してね、すぐ持たれちゃったらこれいかない。か持ってギュッて力入ったら万力で持たれちゃったらこれ動かないの。動かないで彼に持ってかれちゃうの。彼の方が力強いんだから、ほらね、これやられちゃうんだよ、やられちゃうんだよ、やられちゃうんだよね。だからこう来て力がギュッて入る前にこういうふうにほら伸ばしてるとかね。だからこういうふうに行くの。力が入る前に線でもらってんの、線で。それ言葉で言っても難しいんだけど、そういう話なの。だからどうしようかな。じゃあ稽古としてはこう後ろね、後ろ取ってくるのね。で自分がまっすぐ、そして出る、後ろ取ってくるの。そうです。ここボーンってやると彼は嫌がってこの手取ってくるの。その時に抜けてるので、僕は自由で、彼不自由、これは不自由で、でこうやって何かやるの、こうやって何かやるの、そういうのやろうね。それ一番分かりやすい。バンってやって、だからほら取りに来るの。なぜかっていうと、これあやられちゃうだから、ほら逃げて、ほらガーッてとほら回ってきて、この手餌だから、この手餌見せてんの。こうやって こっちおいでって、こう餌そうそう、ほら逃げてんの。餌見せたからね、と捕まえて。本当はこういう風にやりたいんだよ。こうやって、邪魔してた。こうやってボカッてやったら、こうやってやって、こういう風にやりたいの、彼は。でも、そういう風にやらせないで、この手、餌見せたんだけど、入れ替わっちゃったの。で、自分が安定してる。で、四角。で、そういう感じね。じゃあ、後ろ通りで一番、いろんな人によって違うけど、やれることがいろいろあると思うんで、後ろ通りは、初めからこうやって後ろ、こうやって見せないの。前からこうやってボンってやったら、いやーやばいって困ってきたの。そこのとこやるのね、なんかね、こう一挙でもいいよ。こうやってボンってやったら来たらね、それ四方投げでもいいよ、何でもいいよ、何でもいいからできることやって。じゃあこれね、彼に預けといたらやられちゃうんだから、これからやられちゃうんだから、こうやってやられちゃうんだから。だから優先順位は自分の身を守るってことなの。でね、来てボカッて当ててこう逃げたら、逃げてさよならって、でもいいのよ、さよならでも。要はやられちゃやらんだから、自分がやられて殺されたら終わり。もう何度も言ってるよね。だから自分の身を守るというかな、自分の殺されないようにしときたいわけ。だから自分がこの手を相手をやっつけるために、こうやってやったらほらやられちゃうんだよ。だから、なんていうのかな、まあそういう話ね。だから自分の身を守るのは大事。だからできなかったらこうやってさよならって離れてもいいの。自分が安定してるのが大事なの。これやっつけて、この手をやっつけて持ってて、こうやってほらそれやられちゃうんだよね、彼の方が強いんだから。だからやられないようにそういう練習してるので、傾いたらダメ、それから5になったらギュッて力入っちゃったらカカカカカと持ってかれちゃうからダメ。だからやられる前に、だから線だってんだよね。線だって、線でほら掴まれないようにしたいの。線に動いて、そして自分がこの手にとらわれてないで、手に関係ないんだよ、本気なんだよ。こうやってさよならしたい。ただこうやってやって、で最初難しいから塩投げとかいろいろやったんだけど、各自にやるようにしたんだけど、まあ安定して資格をもらって、で手を上下
手をみんな開いてこうやって開いてやったらやられちゃうの。こうやってこれだったらもうできないんだよ。だから自分の手は中に入れとくのが大事で、遠いより近い方がテコの原理で力が入る。だから近く来て、ほら近いの、それでまっすぐ下ろすのね。こうやってやって近いので、まっすぐ下ろすの。そうするとこうなるの。手は外に出さない、手は中に入れとく。そして近いの、遠くじゃなくて近いの、ボンってやって近いの、こうで下に下ろす、これだけね。で足重、足居ついてるとカッて足が動かないの。居ついてると足が動かないよこれ。でも足は自由、まあ自由なの、だから自由なのほら。で下に落とすから、こうやって自由に動いて、一番いい位置まで行って、で来たら予定通り来た、したらまっすぐこう来た、まっすぐこうね、それの練習。縦に向こうやっちゃうと相手は逃げてっちゃうから、下に落とすの、下に逃げられないように、下に本当はね逃げられないように下に落とすの、こう来たら下に落とすの、下に。そうすると逃げられないの、彼は足向こうやったら逃げちゃうよ、これこうやってやって、こうやってやったら逃げちゃう、さよならって逃げて蹴りが来たんだよね多分ね。だから逃げられないように上したら下に落とすので、邪魔しないの、相手の邪魔しない。相手がいろいろ言うことあるんだけど、こうやってこうやって落とすのも無理なんだよ。でこうやってこうなってこうに来るんだからね。でこうなった時に来るのは分かってるから自分が下がったの、そしてこういうやったのね。そういう話、要は基本的にはこの木剣上下してる、そういう形で足が自由、遠く行かない近くで、で砂漠で後ろ持たせて木剣上げました、下げました、そして邪魔しないでこう、そういう感じね。じゃあそれで今は足そんな動いてないんだけど、足はもっと自由なので、位置とか相手との関係だけど、その足が自由だといろんなことができるの。今度は足が自由だよ、ほらそこ塩投げとかね、足が自由だとこう入ってきて、このまま落としたんだけど足が自由だとこっち後ろ取れるの、今度そしてこういうふうにできるの、足が自由だから。足を止めてやってると難しいの、これはできないの。でも足が自由だと思ってるといろんなことができるの、こうやってやって足が、この足自由ね、ほら後ろ入るね。それから後ろ入るのも自由、こちらに入ってくるのも自由、足が自由だから。だから今度は足の練習、足を自由にする練習、足をなるべく止めないで、こう足なるべく止めないでが、もう後ろもらいましたよって、そう後ろもらってこういうふうにね、少しずつ上げてくる。そうすると目回っちゃったけどそういう感じねこう足自由、これ来たらね、こうほらこっち出てくる、自由足自由で、今度足自由にする練習で、いろんな技ができるから、いろんな技、足自由にするといろんなことができる。それで基本は外に持っていかない、手に追っかけていかない、相手の手を追っかけていかない、自分の中心から離れたらなるべく近く、ここが一番安定で、足自由、それの練習だからね。そうで姿勢をちゃんと、こう曲がっちゃってたら足を自由にして、こういうふうにちゃんと、まあ、もう大体こうやって曲がっちゃうんだよね。曲がっちゃって、気づけばこういうふうに同じ位置でもさ、この位置同じ位置でもこうにずれちゃったりまずいなと思ったら、こういうふうに足を動かして直すっていうことね。同じ位置で
そういうことですから。じゃあちょっと自由にやってみましょう。今こうね、上下して足自由ってそういう話ですね。でこれね、あと線ね、そういう話、線で彼の来るの分かってる。そして上げてこう下げる。で足自由、足いろんなことできるね。いや、いろんなことできる、そういう話だね。それでこのタイミングによってね、こう来てこうにできるの。さっき餌これ見せたね。このこっちの餌、こっちの来た餌ね、これ餌来る前に、あ、来る前にやめたよってこう出てくることもできるし、それからこう来て、あ、やだな、こっち入ろうって裏に入った、で こういうこともできるし、それからこっからそのままこうね、面倒くさかったら落としていっちゃう、そういうこともできるし、タイミングによって、タイミングの自分の餌見せたんだけど、こっちの餌見せたんだけど、今度はタイミングいろいろ考えて、自分で考えていろいろ、こう交差取りだから、これ交差取りと同じ、こう交差取りで、僕がボガってやったから彼は嫌がってこの手取りにしたんだよね。それでこういう形だったので、後ろ取りになったので、それタイミングだから、こう来た時にこう嫌だなーってこうで来れば、交差取りの入り身投げだとかさ、こう来て、あ、嫌だなってこう来れば、交差取りの下投げとか、いろいろタイミングによって変わるのね、できるのね。だからそれは自分でコントロールして、今度はこのタイミング、いろいろ、これ嫌らなかったら、こうね、来てんだから、こうやって。一番簡単なのはこういう話。一番簡単なのは、あ、来た、これやめて、こうに上げて。これだけの話。あ、いろいろ振り返れば、もうちょっと遅くなって振り返ってくれば、こういう形ね、こういう、それからもうちょっと遅くなってこう抜けてくれば、こういう形、いろんなことできるよね。でちょっと考えて、自分ができることを少し、ちょっとじゃあいいや、あんま後ろ回ってきて、あ、これ餌見せないでここだけ見てんの。ここだけ見てると交差取りと同じで、交差取りでこういうふうに出てきたね。でこう回ってきたら後ろ取りなんだよ、この方が楽だね。でもこういう状態でやってたら交差取りの方が楽なの。こうやってそういう話だからね。だからちょっと交差取りでなんかやるの。こうやったら後ろ取り、こうやって後ろ見せて、これ手パクンって来たらこう後ろ取り、こう来たら交差取り、あ、こう来ていいよ、こう交差取り、こう、ね、交差取り、こう三挙とかさ、交差取りでいろいろできるよね。交差取り、こうやって塩投げとかさ、ちょっと交差取りやってみてって、そういう話、後ろ取りと同じだから、タイミングが違うだけ、後ろに回さないの。今度持ってきたら交差取りする、こうやって交差取り持ってきた、交差取りするのね、持ってきて来たら、やだよってこういうそういう話、わかるよね。今交差取りっていうか、いろいろ、まあ後ろ取りとかやってんだけど、こう来た時に今度一挙系の技をやりたいと思うんですよ。いや、塩投げ系だな、塩投げ系、こう来た時にこっち入ってくるの。塩投げね。それから、こっち入ってくるのやめて、やめたよってこう、ね、と小手返し。で、こうやって見せて、こっち行くの、自分が。そうするとこう、入り身投げ系。で、場所と相手とタイミングと、後ろ投げになっちゃったんだけど、最初は後ろ投げやったんだけど、タイミングとそれによって小手返しだとか四方投げとか、なんだっけ、弓投げとか、いろんなことできるから、でそうするといろんなバリエーションが増えてくるからね。で小手返し最初これやったので、も取った時にこう出てきたの。そうすると四方投げ、これ基本の形で、こうやってきて、いや四方投げこっち来たんだけどやめたって、こうで小手返し、
で塩投げ来たんだけどやめたってこっち来ると入り身投げになる、そういう形だよね。だからタイミングとそれによっていろんな技変わるので、タイミングが上手くなるとこういう腰投げとかさ研究してくるといろいろできるの。こっちから入ってくるとかね、いろんなことできるんだけど、まあいいや。あと入り身投げとかさ、要は塩投げ、こういう塩投げ、こういう資格をもらってこういう形で、こっち入れば塩投げ、抜けてくれば高麗小手返し、こっからこっち入ってくれば入り身投げ、この3つぐらいね、基本的な技だからタイミングが違うってだけ。じゃあちょっと今塩投げ系ね、塩投げ系、手はこういうそのまま、これいろいろこうやって持ってこいとかさ、いろんな 手をこうやって切ろうとかさ、いろいろあるんだよね、やり方。でも僕はあんまり手のこと言ってないの、好きにやっていいの、好きにやっていいですよって話なんだけどね。で僕が見せてるのはこういう普通の、そしてこう普通に持って、それから入ってこう後ろに入った、そういう形ね。で基本的な形やってんので、こうやってやった方がすごくいいよっていう人もいるし、いろんなことあるんだけどね、まあそういう話で今はなんだ、こう後ろね、こう見せてこう持ってきたらこうね、こういう形でしょ。それがタイミングが狂ってってから、タイミングが早いとこう一緒片手取りになってくるよって話で、同じなんだけど、これこう資格もらったので、へそからこう入ってくると一挙系の形になるの。これは塩投げ、これは一挙。昔黒岩先生って人が同じ技だよって、こうやったら塩串にこういうふうにね、串こうやったらこのネジがこうにしたら塩投げ、こうネジこう逆回転だと一挙、そういうふうに言ったのね。それと同じことだから、だからこっからこう来てこういうふうに入ってるの、そうすると塩投げ、こう、あ、塩投げじゃない、一挙だね、ごめんなさい。そういう話ね。でここからでもいいけど、この手があるから、この手だから四角の方が安全な位置で四角から安全な位置、四角の安全な位置からこういうふうにやった方が分かりやすいっていうかな。 あんまりこういうふうにこうしこう、こう気づいてないとこうなっちゃう。でもこうやって入るんだよ、それからへそだよ、こういうふうに来るんだよってやった方が分かりやすいから、そういうふうにやってんので、こういう回転ね、こういう回転、こう一挙系の技、こっからじゃなくてできたらこう入ってこういうふうに、それでこの足を閉じてくるときにグンってこうなるね。そしてこう一挙系の技だといろいろできるんだけど、まあいいや。こうやってね、こう来てこっからこう入ってくると三挙系の技、こう三挙系のね、こういう技になるとかね、こう来てこうだね、こうでへそに持ってきた時にこっち入っちゃうの、そうするとこうなっちゃうの。そしてこの手をこういうふうに持ってくると、向こうへ出ればあれだし、だからこういうふうに持ってきてこういうふうに入ってくれば三挙の形、三挙の形とか、まあそういう話だからね。要はこうへそ、それからこう、それから投げちゃってもいいんだけど、こうやって外回転でこうやって入ってきてもいいよね。まあ今度は一挙系の技、今度はこっちじゃなくてこっちね。じゃあちょっとやってみましょう。線とか語の話したじゃないですか。でこれこのまま行っちゃうとね、線とか語のことを理解するために必ず語で持たれても、語で持たれて、引っ張り込んでこうやられちゃうんだよね。
5で持たれると。でも待っててくれてるのか、本当はこれ引っ張り込んでボガってこの手がこうやってくるの。でも待ってて、彼は待っててくれてるから技ができるの、技の練習ができるのね。そういうことを理解してないと、で本当は5で持たれちゃったら終わりなの。あ、僕が終わり、終わりってのはやったとこやられちゃうんだから。でも5で持たれてもいいよ、来る前にこうに入ってちゃったんだよって、そうです、先に取れたの。彼に対して僕が先にだったの。ここが大事なの。これはこうやってやってこうやっていっちゃったら俺来るんだから。だからちゃんと先で もらいましたよ。それから先で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 ってこうにずっと先を続けたいわけ。一瞬でもこうなったらやられちゃうの。だからそのために一個一個こうやってんだよね、こうやって、こうやってなんだよね。本当はパクンって来たらやられちゃうの。だからパクンってやられる前にこうに出てんの、即戦なの。そういう風にやりたいの。でもできないから、できないってのはみんな新しい人たちはできないから、こうやって持たせて、はいやりますよ、それからこれで戦なの。こっから行っちゃったら5のまま行っちゃうことになってやられちゃうの。だからそういうことをよく理解してっていうことね。だからこういうふうにやって、それから線でもらって、線だよ線だよ線だよって、こう線だよ線だよってこうずっと線続けてなきゃいけないの。そういう話だからね。その技焦っちゃダメ、ガーッやられてんだからこれちゃってんだからね。だから焦らないの。そういう話ね。だからこうやってやってるのは線のもらうためにやってるんだ。だからこの手必要という話ね。そういう話わかりますよね。じゃあそういうことでもう少しやりましょう。はい、どうぞ。